ます。ありがとうございます。生活変わりました。いや、やっぱね、ガラッと変わるぞなんてよく先輩に言われてましたけど、やっぱりね、ちょっとありえない可愛さですね。はい、奥さんと。いや、まあ、あのどっちも可愛いです。銀河ジャパンプロさんから番組発表みたいな感じありましたけど、はい、あれは事前に言われてたとか。もちろんもちろん、あの全然彼はフライングでも何でもなく、はい、僕と彼の、 あの絆から生まれたものです、はい、逆に香取さんのことを発表したいことがあれば教えてほしいんですけど僕がない、はい、すみません、ブラック皆さんが待っているわ。どこへ行く、決まってるじゃない、日本の六本木アカデミーヒルズよ。エリザベスを演じる前田裕子さんです。あのよくあの登場したことないのでちょっと上がってますけど、よろしくお願いします。エリザベスの声をやっています前田裕子です。今日のジャパンプレミアこの場に参加できてすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。どのぐらいで撮るんですか、その1話を。テレビです。10日分ですね。長いことでしょ、時間が。ちょっと長いんじゃないですよね。シーズン1は、9.5 ヶ月ですって。 9.5 ヶ月かけて1シーズンを撮影して、エピソード、1エピソード、10日間。 That's a long time。 あのね、大河ドラマとかだと1週間で1本撮っていかなきゃいけないんですよ。要するにこう7日間、5日間、そうか、そうです、5日間で1話撮っていく計算なので、だそう考えると、そうか、ちょっとだいぶ前から撮ってるってことですね。そうですね。チャンクで事件の時から始まりました。まあ、6時とか6 o'clock in the morning。 ちょっと一日中ですよ、オールデイオンですよ。結構36時間撮ったことあります。 Oh, the longest he shot was for 36 hours。 俳優の絆ができていますけど。